腸内寄生虫の対処法。https://minaken.go.jp/wp-content/approse/2016/04/intestinal-parasites.png 寄生虫には、アメーバ、ジョウムシなど様々な種類のものがあります。この記事では、腸内の寄生虫の予防法対処法をご紹介します。腸内寄生虫についての事実。腸内に侵入した寄生虫はコロニーに分かれ、私たちの健康を犠牲にして生き延びます。寄生虫は栄養をめぐって争い、様々な問題を引き起こします。微小な大きさのものもあれば、数インチのものもあります。比較的よく知られているものには、汚染された水を介するアメーバや原虫、体の抵抗力が落ちた際に感染しやすいクリプトスポリジウム、食品水瓶などを介するランブルムチケムシなどがあります。顕微鏡を使わなくても見ることができるものには、カギムシ、腸壁を破壊するムチムシ、巨大海虫、主に子供を攻撃する幼虫、汚染された肉や調理が不十分な豚肉を介するジョウムシなどがあります。腸内寄生虫のリスク要因。免疫機能の低下。ファーストフードの食べ過ぎ、高血圧、うつ、ストレス。安全対策の不足、汚染された生鮮食品。食べる前に手を洗わない、排泄の後に手を洗わない。栄養不足、寄生虫感染の可能性がある場所を裸足で歩く。https://minaken.go.jp/wp-content/approse/2016/04/parasite.jpg 寄生虫が原因となって起こり得る症状。貧血、顔色の悪さ、頭痛。疲労、体重の減少、激しい咳、歯ぎしり。発熱、食欲不振、目を開けたまま眠る、嘔吐。不眠症、お尻周辺のかゆみ。イライラする攻撃的な気分になる。寄生虫を予防する方法。衛生管理に気をつける。お手洗いの後、外出の後、お金を触った後、料理の前、赤ちゃんのおむつを替えた後などは忘れずに手を洗いましょう。健康的な食事をする。健康的な食事をすることで、免疫機能が強化され、寄生虫予防にもなります。ビタミン C と A を積極的に摂りましょう。水は沸かしてから飲む。旅行中など、飲み水の安全性に確信が持てない場合は、2日して飲むようにしましょう。それが難しい場合は、ミネラルウォーターを購入して飲んだり、
水の色や味をよく確かめるなどの対策をしてください。食品を洗う。野菜やフルーツなど、生で食べるものは特にしっかり洗いましょう。また、肉は生焼けの部分がないように、完全に火を通してください。寄生虫予防のための自然療法。腸内に寄生虫がいる場合は、できる限り早く治療をし、取り除きましょう。医師の指示に従うことはもちろんですが、デトックス作用のある食事も効果的です。成人の場合は、パイナップルとニンニクを、朝食の前と昼に食べることを2、3日続けます。これと並行して、少量のレモン果汁を加えた水を、1日に2リットル飲んでください。リオに出したものを飲んだり、水、何も加えていないものをたくさん飲んだりすることも必要です。これらを行うことで、寄生虫を弱らせ、除去する効果があります。デトックスを行っている間は、下痢をしやすいため、外出せず、自宅で過ごすことが望ましいです。2カップの重湯を摂ることで、下痢を軽減する効果があります。2、3日間デトックスを行ったら、通常の健康的な食事に戻しましょう。しかし、小麦粉、白砂糖、乳製品、揚げ物、肉は摂らないようにしてください。水をたくさん飲むこと、生野菜を食べること、しっかり休息するも忘れないでください。子供の場合は、少量の生ニンニクを空腹の状態で食べさせます。すりつぶしてレモンの果汁などを混ぜても構いません。この自然療法を行っている期間は、子供の食欲とのバランスを取りながら、野菜やフルーツを積極的に食べさせるようにしてください。その他の自然療法。レシピ1。材料。ニンニク3肩。お湯1カップ。用法。皮を剥き、スライスしたニンニクをお湯に入れ、一晩置いてください。これを起こしたものを、朝、胃が空っぽの状態で飲みましょう。レシピ2。材料。タイム1、2ティースプーン、ティースプーン。カモミール1、2ティースプーン、ティースプーン。水1、2カップ、カップ。用法、2日したお湯にハーブを入れ、10分間煮出してください。その後火を止め、10分間浸したままにしてください。このハーブティーを胃が空っぽの状態で飲みましょう。子供の場合は10日間、成人の場合は20日間続けて飲んでください。レシピ3。材料。ミント、1つかみ。水1リットル。ニンニク2肩。牛乳1、4カップカップ。用法。ミントをお湯で煮出したものを起こし、ニンニクと牛乳を混ぜてください。冷めたらすぐに飲みましょう。朝食の前に飲むことが望ましいです。レシピ4。材料。かぼちゃの種2テーブルスプーン。お湯1、2カップカップ。
用法。かぼちゃの種をすりつぶし、お湯と混ぜ、空腹の状態で飲んでください。レシピ5。材料。牛乳1、4カップカップ。かぼちゃの種4個。用法。かぼちゃの種をすりつぶし、温めた牛乳と混ぜてください。これを1週間、朝食の前に飲みましょう。レシピ6。材料。オレンジジュース1、4カップカップ。パパイヤジュース2テーブルスプーン。オリーブオイル2テーブルスプーン。用法。すべての材料を混ぜたものを、寄生虫予防のために毎朝飲みましょう。レシピ7。材料。エクストラバージンオリーブオイル2カップ。乾燥よもぎ2オンス約56g。用法。光を通さない密閉容器にオリーブオイルを入れ、よもぎを浸し、10日間置いてください。これを毎日空腹の時に2ティースプーン摂りましょう。